北山2、永山電鉄永山本線修学院駅付近、京都市左京区北山通りは、京都市の主要な東西の通りの一つである。京都市の東西方向を結ぶ、幹線道路としては最北に位置している。東は、白川2、西は、紫の泉道町を経て、道なりに、南西方向に曲がった、千本通に直結する、今宮通との交差点を奇襲点とする。 戦前の都市計画により建設が開始され、1985年に全線開通した比較的新しい通りである。区画整理された折に幹線道路として12軒幅で作られたため、地元では12軒通りという愛称でも知られる。京都市営地下鉄北山駅付近、松ヶ崎通から北山大橋にかけて現代建築に入居する。 飲食店やファッショナブルな商店などが並び、今日的な通りとして有名で、伝統的な街並みの京都市中心部とは、対照的なイメージを持ち独特の景観をなす。松ヶ崎橋にシールから、宝ヶ池通行差点付近までは、一筋北の、旧道沿いに、旧、松ヶ崎村の集落が、東西に伸びる。五三送り火の、妙宝の字のふもとである。それ以外の地域は、 新興住宅地や、田畑などがあり、郊外の様相である。鴨川伊勢は北に、北山北通、北三北中通りが、また南には北、山並通が並行する。京都市内の通りの名称は通となっていて、利を送らない。例外として、道路標識では通りとして送る表記を採用しているが、印刷資料で送るものは、極めて珍しい。 京都市内の通り表記参照前輪の提供している地図データでは紫の泉道町交差点移動を北山通都市、道なりに南西方向へ伸びる道路を千本通と表示している。ありがとうございます。